さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。マリオラビッツ。今日はね、ワールド4の3からやっていきたいと思います。いきなりバトルか。バトルは続く。敵9体倒せ。やっていきたいと思います。さて、スマッシャーがいいのかな、今回は。スマッシャーが。体力高えなー。で、ホッパーが上の方にいるって感じのステージかな。うわー、むずいな、これ。で、メンツで、ちょっと、さっき、裏でバッと振ってたんだけど、ピーチラビッツとマリオラビッツとマリオで行こうかなと思います、じゃあ。ね、ちょうどスキル振ってたし。うわ、じゃあ後ろからも敵が湧くの？どうしよっかなぁ。とりあえず、一体やっつけるか、ここのやつ。待って。どうしよっかなぁ。ペットちゃんは後回して、マリオからかな。さあ、マリオ、こいつ撃とう、まず。マリオタイムで、お、いいね、いいね、バウンズ入った。よし。わー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 って敵が迫ってくる。よし、これでハンマー圏内でしょ、もう、多分。一体つけてこよう。よし。で、いける。上から狙い撃たれるけどね、あのピーチラビッツが回復あるから大丈夫。あ、これで普通のショットいけるか。普通ショットいいねー、うましうましうまし。で、ターン終了だな、次。で、マリオ、これね、分断したら死ぬ気がするんだよね。なので、なんか言うねんって話よ。こっち行こう、ピーチは。ピーチラビッツ。ピーチラビットピーチラビットしよ、ピーチラビットピーチラビットいいとこ行くねー。で、ショットしちゃうか、やつを。で、いや、ペットちゃん出すのもあり。いや、ペットちゃん出すのもったいねえな、まだ。なんか遠距離に出すんだったらね、ペットちゃん出すのいいけど、一旦保留で。やつをやる、まず。わあわあプッシュプッシュプッシュアウトボールうめえアウトちゃんです、アウトちゃん。よしよし、マリオ行こうマリオタイムさあ、マリオも、お前、アイスな、ホッパーって普通のショットやんな。ちゃうかな、わからんけど。とりあえず、ボルケーノ、の、スマッシャーよりも、まず、ちっちゃいやつを倒した方がいいっていう、この複数体やっつけろ系は、俺の経験上ね。だから、こんな感じでいこうと思います。一段、ブレー。まあ、出てきた、すまん。きっついな、そこに出てくんの。うわ、シールド張りやがった、お前。シールド張るな、スタやろ。マイタイム。わー。飛んでった、あいつ。ざまみろ。で、こいつは、じゃあのー、マリオタイムよーし、雑魚一体撃破。うめえ。で、スマッシャーは前へ詰めてくる。うぜえ。スピードアップします。敵の数多いなぁ。は？ちょっと待って、ここに敵出てくんのかよ。しかも、どうしようかなぁ。下制圧する？下制圧するか、ここの上制圧するかだよなぁ。高台制圧した方が楽かな、後々を考えると。高台取りに行こう。じゃあ、よし、じゃあこいつを仕留めるぜ。土管アタック。でー、お、クリティカル、うまし。で、マリオとアイムさんどうしようかな。やつらなぁ。誰も攻撃届かない。きついぞ、これは、ぶっちゃけ。この辺行っても届かんねんな、そこって攻撃。マリオが2位となっちゃう、今回。でもね、変なとこ行くとやられちゃうから。でも、2位とはさすがに避けたいので、一番奥のやつを当てれ
るように攻撃しましょう。あ、これピーチラビッツやマリオじゃなくて。じゃあ、何しとんねん、俺。うわ、もったいな。爆発しない？するよね、多分これ、ドーンって。手前で。マリオさん、何してんすか、マリオさん。ねえ。あんたら武器一緒やから。あれやで、ここ届くんちゃうか、大丈夫か？こいつ撃ちたいのよ、俺は。マリオタイム。し。お前、足遅いからな。平気平気。でもな、これで、これやるとさすがに次のターン来ちゃうから。あ、これいいんじゃね、このルート。で、ペットちゃん出しましょう。ペットちゃん、カモーン。賢い！よし。で、ターン終了しましょう。敵が出てきた後ろです。届かんやろ、この距離やったら。あ、でーへん、ペット。さ、ペット爆発して、こっち近寄ってきた。大丈夫、届かない。怖えーこれ！やべ、怖すぎひんか、これが。なんたよんで敵。怖すぎやろ、これ。あ、そう、こいつは届かない。ざま見ろ。スピードアップします。こいつも届かない。みんな、固まりすぎ、固まりすぎ。ねえ。あはやべえ。サイン会だ、ここ。じゃ、マリオハンマーとかでやっつけっか？だったら、おびき寄せて歌歌った方がよくね、これ。きついな、でも、地味にきつい。どこまで届くかだよね、マリオの歌が。あそこの水色のとこまでも届くんだ。オッケーオッケーオッケー。だったら、マリオラビッツが、行くしかないっしょー！ここに。ここだったらギリ届かねえかな、スマッシュの敵の移動。届く気もするんだけどな。歌歌歌おう。バービーブーベーボー。よし。で、マリオは特製パワーアップキノコ。ふよーい。で、これ、俺の一番やばいと思うのは、マリオラビッツが普通に死ぬ。普通に死ぬみたいな。うん、50%を外すと普通に死ぬっていう。なかなかトリッキー、ワイルドやね、これ。ワイルドだろな？わかる！いけ !50% 来た！よし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 、いいぞ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 。それを待ってたんだ俺は。5年前から待ったんだよ、それをずっと俺はよ。で、あとはこやつらを、撃って倒す。撃っちゃらぽい。撃っちゃらぽい。完璧完璧！で、ピーチラビッツも、撃っちゃらぽい。いいね、やっぱマリオラビッツ最強だわ。 50% を勝てる、 50% に勝てる、それがマリオラビッツ。ターン終了。さあ敵がまた増えてきた。ボルケーノ届くか。あーっと届かないね、残念でした。お前にどうつ、あと何体やっつけなあかんの俺たちは。ちょ、またそこ湧くのやめてくれって。避難しなきゃあかんやつ、また上に。あと2体で終わりか。じゃあ上の2体やっつけて終わりじゃん。じゃんこいつら、ドーンとして、ドーンとして。きついな、スマッシュアタックやると、殴られるよな、これ絶対。ねパワーシュートしたら。まあ、とりあえず、1回これやろうか。バーイン、バーイン。いいダメージ入るね。で、マリオさん。マリオさん。あなたなんてことなの。あなた機動力ないね。マリオさん。ペットちゃんを出す。ちょっと待ってよ。いいこと思いついた。ピッチミここや。ここでええか。多分ここで大丈夫やろ。ここに行こう。で、ペット出す、ペット。はじけるペットは？こんにちは？な、こんにちは。ダーン！うめえ！あいつら怒ってんだよ。おいしょ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 。で、マリオタイムが。こいつすぐ死ぬやん。マリオタイムやん。
いや、買った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 。よし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 。ピーチラビーズのペットちゃんが、マジで有能だった。クリアー、鮮やか、完璧。ピーチラビッツ入れたけどさ、ダメージ食らわんかったよ。いや、マリオラビッツがマジ強かったな、ほんと。ありがとう。さて、4のさ、1個目、とりあえず攻略完了です。いや、なんかやっぱ、一本一本が長くて強いね。いや、しんどい。なんか、一歩間違ったら普通に負けそうだもんね、今の試合も。ボルケーノのさ、猛攻で。どれぐらいダメージ食らうんだろうな、ボルケーノスマッシャーの攻撃って。おっと、フィギュアゲット。早く新しいアクションが欲しい。よし。こっち、こっち、こっち。あ、なんかスイッチあるで。え？スイッチ入れると、あー、宝箱が下からどんどん、こんにちは。来た来た来た、パワーオープン10個ゲット、あざす。ふわりすぎや、これだ。タロットカード、陽気。ね。陽気で、スブッパや、みんな。はい。ってことで、次のステージはここよーっていう。さあ、イベントだ。珍しいというか、久々。何ここ？うわー、パズルやだー。このままでは先へ進みません。4色の地面の台座がある。台座はおなじみ、ラビッツ像を増やす。というわけで、いろんな組み合わせを試しましょう。色だけに。いろいろと。うん。面白いね。じゃあ、ラビッツ像探そうぜ、まず。ラビッツ像はどこだ？泣くね？ラビッツ像。何これ？お菓子。ワンワンのやつはラビッツクッキーだ。ワンワンってご飯食うんだ。食うんやろうな、ほんま。あれ？どうやってんだ、これ。なんか適当に進んでますけど、私。あ、来た来た来た。これでラビッツ像ゲット。イエロー。イエローをゾワーッと下に行った。回収すると動く。また奥。まあ、とりあえず、ラビッツ像1個このままで。あれー？なんやそれ？これ使われへんやんけ、まだ。じゃ、こいつ後回し。イエローはまだか、じゃあ。グリーンから行く。グリーンだよー。あ、グリーンだよーってすると。なんかこっち行けるようになったと思ったけどダメだったよーってやつやな。帰れん帰れん。なかなか難しいな、このゲーム。じゃあ次、ブルーだよ。ブルーだよー。そう、ブルーだよってすると、あら、不思議。何が変わったんでしょうね。赤か、やっぱ。赤置くとさ、ほら、そこ、下に、像あるし。上がりすぎー。おお、いいとこ来た、いいとこ来た、いいとこ来た。いいね、いいね、いいね。さあ、ラビッツ像ゲットして、ここ入れんよ、入ってみようぜ。どこへ通じるのか。あら、赤いところを通っていける。あーね、あーね、あーね。で、次、青色をセットすると、青色上がって、あ、もう謎解けたんじゃう？これで。みんな。謎はすべて解けるインティウス。ねえ、意外とちょろかったなってやつやな。でもこれ赤取ったら移動すんじゃん、これ。あかん、あかん、赤だけに。あかんか、これ。あかんことないやろ、これ。行ったっしょ、行ったっしょ、ここ来たよ。ほら、ハローワールド、ハローワールド。ハローワールドして、で、どうしようかな。ハローワールドしてどうしよう、これ。え、ごめん、分かったふりしてるけど分かってないからね、俺。あおー！なんやこれ！全然分からんわ。グリーン。グリーンだよ。グリーンだよ、もうダメだよ。青、あっち青があるからな。もう分からん、こんなもん。どうすん、これ。どうすん、どうすん。どうすん、どうすん。やべえ、わかんねえ。そして、3000年の時が経った。経ちすぎやんけーってな。経ちすぎたけども。いや、ここではないんだよ、みんな。
任して俺に。で、これで、この状態で黄色置いても帰れねえから、どうしよう。どうしよう、わからん。いろいろ試してみましょう、色だけに。って言ったから、いろいろ試さなあかんやろな、色だけに。いろいろと。え、グリーンだよってして、あ、これ来たんちゃう？みんな。来たんちゃう？ようやく。長かったね、みんな。まさかバトルより悩むとは思わんかった、俺。ここを取って、こっち行けるやーんっていう。行けるやんからの、青を置くやーんってして、来てる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 。来てる。俺の時代が来た。ねえ、ここのグリーンは。おう。いらんかった、それ。俺の時代が来た。で、これを、またここに置くやん。置くやんティウスして、置くやんティウスしてからの、待って、俺、もう一個像が欲しいぞ。ここ行くやん。ここ行って、あー、いける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 。いけるんティウスや、これ。勝ったでしょ、今回は。長かったね。謎が謎を呼び、ね。よいしょ。俺は謎解きんぐダイダラだっていうことやな。さあ、これでようやく先進めるようになった。意外とやっぱ最後は謎解きがめちゃガツンときてたね。ねえ。あ、俺ドクターマリオ並みの、あれやで、知識あったかもしれん。ごめん、よくわからんよ。では行きましょうか。うわー。目的エリアにたどり着け。盾持ちくんがいますね。うわ、すっげえ一直線やん、これ。でも一直線マリオ入れたらよくね？これって。マリオじゃん、ルイジ入れたらよくね？アジリティ入れたら終わりちゃう？これ、普通に。ルイジだよーと。適当にマリオラビッツでもいいんちゃう？ねえ、勝ったでしょ、これで。さあ、ルイジだよーは特に何もスキルポイント振ることできないので。このまま行きましょう、バトルだ。体力いくつ？お前400あんの？高くない？どうしよっかなぁ。パンパンパーンって行きたいんやけど、パンパンパーンと。パンパンパン。めっちゃ遠いな、意外と。アジリティしとく、トリマー。いや、先に やるべきじゃないな、アジリティは。特にアジリティしても、でも色プラス3ででかいよな。やるかぁ。初手。で、あ、引くほどいけるぞ、前に。やべえ、ルイジちゃん。で、次だ。マリオラビッツがハンマーで敵を一撃粉砕できるようにするには、パワー強化しましょう。パワーストゥ。オッケー。よし。ではでは、じゃあ、まず適当に前進んでいきましょうか。2体爆撃爆殺。で、怪人剣ですな。よし。まあ、ダメージ食らってもええやろ。割と雑いプレイでいきます。でーでーで歌歌います。ムハーフヒー誰もおらへんやん。やらかしたな、これ。エカじゃん。役か、君を。どうさあ、一体は撃破。はい、次、マリオタイム。マリオもこいつやっつけてきたよな。まあでも前行くしかねえか、マリオも。はい。ドーン。ダメージ安いな、マリオ。ゼロパーやで、そこ、君。あ、なんか上におるん、敵。なや、お前、おったんか、お前。死ぬまえ。よーし。270や。地味に減らしたで。やりますね。おいしゃー。じゃあ次、こやつやな。まあ、こいつスライディングして、まあ、ルイジ・ダビッツのね、真骨頂はいきなり奥まで行けるとこだから、いきなり奥まで行っちゃいましょう。もう限界まで奥まで行っていいやろ、これ。もう関係ないやろ、そんなもう。ダメージとか。イエーイ！あいつだよな、めんどくせえのが上のやつ。50% に勝つ男だからな、俺は。いけ！よしよしよし、危ねえ、勝った勝った。もう 50% を信用しすぎてる俺は。さあ、敵のターンだ。敵攻撃当ててくんぞ今回。
じゃ、多分あれやろ、ハニーやろ、お前どうせ。ハニー、インクそれ。うん、スピードアップしまーす。うぇーい。ガオン、あ、インクやん。別に買わへんで、インクやったら。好きにしてくれよ。よいしょ、じゃあマリオラビッツ行動開始しましょう。とりあえず爆殺爆撃大喝采して、クリーンジャンプかまして、こいつにハンマー当てとくか、とりあえずドーンイエーイってからの爆殺ダースコー。いや、ストーン入った。こいつ無視しようぜ。で、ルイージのターンです。さあ、ルイージ、トリマー。いや、待ってよ、マリオさんだな、さっき。いや、マリオさんじゃない。マリオさん、空気やからな。足遅いんだよ、マリオさん。どうする？ジャンプしてもらわないと困るんだけどね、マリオさん。いったら、じゃあ、ここ行くか、マリオさんは、ここで。ここに届かねえしな、マリオ。どうでもいいか。ヒーローサイトしとくか、マリオ。ヒーローサイト！効果あんのかな、それ。わからんけど。ねえ。ルイージがワンチャン次のターンゴールできるな、これで。でも、体力的に怪しいかもしれん。そう考えたら怖いな。そう考えたらルイージはあまり無理せん方がいいかもしれん。どうせ、マリオとルイージ、マリオとラビットジャンプジャンプで行くから。多分ターン数も余裕あるでしょ。これ。で、トリマー奥のやつに、爆撃爆殺ペットちゃん。完璧やー。しき止め、あ、インクついた、ラッキー。で、アイアンビジョン。いや、これ勝ったんじゃね、マジで。よし、敵のターンだ。はい、動いたしねー。ドーン。はい、もう一歩動いたな、お前しねー。よし、オッケー。あと一体俺の後ろに。はい、お前動いたな、しねー。はい、これでこいつもやっつけて。よっしゃ、終わったやん、これクリア。あ、敵が増えた。まあ、どうでもええけどさ。これ、ルイージ死ぬか？生きとるか？大丈夫か？撃つか、とりあえず。ドーン！うわ！見晴らし良くなった。で、マリオさんが、ちょっと一気に行こうと思います、これで。マリオが、ここ！いやー、で、マリオラビッツが、じゃあどこ行くかな、どこまでジャンプできるか見てからや。ここまでやな、ここまで。オッケーオッケー。で、マリオラビッツが、危ない、一歩奥まで行った。危なかったね。ここで、ルイージちゃんが、ルイージーだよー。さあ、次のターンでゴールはほぼ確定。飛ぶぜ、ルイージ。俺たちの青春はまだ終わってねえ。さて、復活。ホッパーか。ホッパー、お前すげえ遠いなぁ。さあ、これでルイージゴールしましょう。おつぱやでーす。鮮やか！わずか4ターンの攻略。いや、謎解きもできるわ。スピード攻略もできるわ。っていう、完璧やな、これ。スタバトルを続けよう。40個もオーブもらって、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、クリアー、イエーイ。あー、疲れた。はい、さあ、これでもう残っているのはあとワールドね。次4の4かね。このコースターにいつでも乗れるようにラビスたちは年間パスポート買ったらしい。すげえな、コースター好きなんよな。年間パスポートとかみんな持ってる？ディズニーとか。俺持ってないんじゃない、なんもうね、外出ないからいらないんだけどね。あ、次もうワールド4や。ワールド4の4。怖い数字や。よし。ではでは今回はこれで終わりにしましょうか。次回もまた見てください。おつぱよ。まだもうすぐ終盤だからね。最後まで頑張るよ。おつ。